1783年8月27日にパリのシャンド・マルス公園で行われたガス気球の初飛行のイラスト。ガス気球とは性的浮力を持つ空気よりも軽い気体で満たされた気球のこと。人類初めてのガス気球による有人飛行に成功したジャック・シャルルにちなみ、シャルリエールとも呼ばれる。常用ガス気球は1783年の有人飛行後に ヨーロッパを中心に急速に普及するが、行き先が風任せな乗り物であるため、操縦のできる実用的な気球を開発すべく、数多くの人々の研究や実験が重ねられ、後に推進装置を装備し自由に操縦可能にした飛行船が開発された。ガス気球は日本ではかつて軽気球や風船と言われた時代がある。日本ではガス気球は使用形態により、 大きく分けて、軽流気球や自由気球とノンリフトバルーンに対別され、さらに使用目的により多くの故障がある。軽流気球とは、地上などからロープにより、気球が繋がれる形態のガス気球の総称である。軽流気球には、軍事用の偵察気球や、粗速気球、アドバルーンなどの広告気球や、気象観測、各種環境観測用気球、 巨大なガス気球のゴンドラに観光客が乗り込む観光用気球やシートベルトをつけた人が空中を浮遊するアトラクション用気球などがある。自由気球とは気球を経流することなく性的浮力と風の吹くままに浮遊を続けるガス気球の総称のである。自由気球には工術の友人で上昇加工の操縦を行うレジャースポーツ用のガス気球をはじめ無人の玩具用、 ゴム風船などによる、ガス風船による、風船飛ばしやゴム気球などによる、高層気象観測、軍事兵器の風船爆弾、啓発活動のビラ巻き用のビラ風船などがある。ノンリフトバルーンとは、浮力を大気の密度に調整し、一定の高度を保ち気流に乗り浮遊する、ガス気球である。形状は球体をはじめ、肖像角水型があり、材質は p e t を。 取材料に作られ、レーダー反射を目的に使うものは、表面にアルミニウムを乗着したフィルムで製作される。ノンリフトバルーンは、主に乱気流や公害などの気象や環境調査の観測目的で使われる。ガス気球による最初の飛行は、ジャック・シャルルとロベール兄弟により1783年8月27日に無人飛行が行われ、2回目の水素を充填した。 ガス気球がモンゴルフィエ兄弟による熱気球の最初の有人飛行から10日後の1783年12月1日にジャック・シャルルとロベール兄弟による有人飛行に成功した。気球の有人飛行は熱気球が最初であったものの一度飛ばすだけで火炎により玉川がボロボロになる再使用しにくく飛行中に引火の恐れもあるためデメリットが多く。 水素や石炭ガスによるインカ爆発の危険はあるものの、繰り返し使用できる点でメリットが大きいガス気球が、因果軍事や冒険、高層観測や工業イベントなどで一般に使われるようになった。なお、1930年代にガス気球を使用してイギリスのロンドンからドーバー海峡を横断し、フランスのパリまで行こうと試みた冒険家3名がおり、 1936年5月23日に飛行を開始したもののロンドン市内でタワーに激突し墜落。死亡する事故が起きている。日本ではガス気球が輸入される明治初期以降は多くの場合、軍事関係や博覧会などの見せ物、一部の工業イベントで水素や石炭ガスによるガス気球や軽流気球、飛行船が使われるにとどまった。 第二次世界大戦後は日本では水素による玩具用ガス風船やアドバルーンなどのガス気球が全般に使われていたが有人飛行には用いられず1980年代には露天販売の玩具用ガス風船が水素からヘリウムに変わり昭和末期以降は風船飛ばし用の風船やアドバルーンなどの軽流気球も水素からヘリウムガスへの転換が進められており 現在では、高層気象観測などのゴム気球や一部のアドバルーン用の充填ガスに水素が使われる程度となっている。またヘリウムによるガス気球は、現在では大量にガスを必要とする高高度気球や、飛行船、アトラクション目的の有人経由気球、気球による有人の長時間対空飛行などの冒険飛行で使われることが多い。2007年に、 ブリュッセルで開催されたゴードン・ベネット気球レースの様子。ガス気球は水素、石炭ガス、ヘリウムガスなどの大量の不要ガスをガス注入口から機能に注入するが可燃性ガスを使用する場合は周辺地域は禁煙は元より下記現金の徹底が行われる。ガスの注入の際にはまずガス気球の機能を広げ異常がないかを確認し、その上にバランスよく 機能を覆う球場のネットを被せ、ネットの末端にある、たくさんのシュラウドラインに機能を囲むようにバラストを、つけた上で機能の注入口にガスを入れて膨らます。ガスの注入後は、ガス注入弁ロープを引くと、ガス注入弁が閉じられるので、機能とゴンドラをつなぐためにシュラウドラインを、ゴンドラのバスケットリングに取り付ける。乗り込む際には、精密な高度計や、バルーンパイロットのライセンス、 必要に応じて無線機や、携帯電話、GPS などの鉱石追跡装置などを搭載する。またそれとは別に1万1の際に、気球の急上昇ができるようにするため、最低でも3 0ラム程度のバラスト用の砂と、砂を少量ずつ落とすための小さいスコップとナイフを持ち込む。飛行後は、過大な浮力による急速な気球の上昇を止めるため、適切に、 ガス排気ロープを引くと、引いた時だけガス排気口からガスが抜けて上昇速度が抑えられる。また浮力が落ちた場合はバラストの砂を落として気球本体の重さを軽くすると浮力を上げることができる。気球を降下する場合はガスの排気とバラストの落下を行いながら落下速度をコントロールし着地を行う。ガイドロープを落下させて地上に垂らすと 気球を一定の高度に保持させやすく、降下時も簡慢な着陸を行うことができるが、地上にガイドロープの痕跡を残すデメリットもある。使う場合は、ガイドロープを固定している細いロープをナイフで切断し使用する。なお、赤いロープのリップラインを引くと、機能の一部が破れて、ガスが抜けるので、浮力が失われる。前方に高圧線があり、衝突が予想される場合や、 強風で着地後に気球本体が引きずられることを防ぐために地上もしくは地上に近い高度でリップパネルが開かれる場合があるが、リップラインは容易に操作されないために手が届きにくい高所に取り付けられる。ヨーロッパでは1783年のジャック・シャルルの水素ガス気球による有人飛行以来、ガス気球による見せ物飛行や気球による冒険飛行のチャールズ・グリーンが 多くの一般人を無事故でガス気球に乗せた実績やガス気球によるゴードン・ベネット気球レースも行われるなど200年以上のガス気球の歴史がありドイツなどのヨーロッパでは熱気球クラブだけでなくガス気球クラブが多く存在し一部でヘリウムガスに不要ガスを転換している団体もあるものの効果であることから現在でも水素ガスを使用している団体もあると言われるしかし 日本では第二次世界大戦以前に民間で気球を所有や搭乗できた一般人はほとんどいなかったことや、大戦後のプロパンガス容器の普及と熱気球の玉川の使用に耐えられる耐熱性の合成繊維が大量生産されたことから民間レジャー用の常用気球としてはインカ爆発の危険性のある水素や高価なヘリウムガスによるガス気球が普及することなく、 1969年9月27日のイカロス午号による日本初の熱気球の有人飛行が成功して以降入手のしやすいプロパンガスを燃料とする熱気球が日本国内では主流となった風船学入門磯貝博士松島俊二郎平凡社1975年散歩デラックス99の謎自然科学シリーズ19クートブ 博物誌熱気球、飛行船、ハンググライダー大谷松尾、散歩ジャーナル、1978年。ありがとうございます。